こんにちは、カオルンです。今日はですね、オーディオテクニカさんからですね、マジでね、これは常識をね、覆したんじゃないかっていうね、新しい軟骨伝導イヤホンというのがね、登場しましたので、こちらを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン！オーディオテクニカさんから ATH-CC500BT でございます。イエイ！今回の軟骨伝導イヤホン、これね、マジですごかったんですよ。たくさんね、使ってきたんでね、そこら辺もね、びっちりね、紹介していきたいと思うんですが、何よりもね、比較していきたいのがね、こちらですね。ショックズさんのね、オープンランプロですね。やっぱりね、比べるならこれでしょう。いっぱいね、クラファンで人気も出ましたし、タイプもね、結構似てるかなと思いますので、ここら辺ともね、比較をしていきたいと思います。まずはね、軟骨伝導のね、仕組みについてね、簡単にね、ご説明していきたいと思います。一般的な骨伝導っていうのは、しっかりね、骨の中で伝わっていくように、頭のね、この外側につけるときに、きっちりね、はめるような感じでね、つけていきます。ただ今回の軟骨伝導に関してはね、ちょっと見にくいかもしれませんが、ここのね、耳の部分に軟骨があるんですけれども、そこに軽くね、つけるといった感じになってます。なので圧迫感が少なくて、そしてね、こうね、ドライバーが揺れるときに、一般的な骨伝導だとこうしっかりつけちゃってるのでね、揺れるのを塞いで音が悪くなっちゃうんですけれども、そういうこともなくて、しっかりとね、した音で聞くことができます。あとは音の伝わり方もですね、右と左のね、こう入ってきた音っていうのが、一般的な骨伝導だと頭の骨の中で融合されてしまってね、こう立体感みたいなのがね、失われてしまうことがあるんですけれども、今回のね、軟骨伝導イヤホンだとそういうこともなくて、ちゃんとね、耳のね、この穴のね、伝わっていく経路の外側をね、通って伝わっていくので、しっかりとしたね、立体感、ステレオ感を得ることができます。それでは基本スペックを見ていきましょう。はい、基本スペックを見ていきたいと思います。まずね、値段はですね、17,600円となっております。色はね、ベージュとブラックのね、2種類となっておりまして、今回ね、僕的にオーテクさんのね、色的にベージュがね、イメージに合ってるかなと思って購入しました。そしてね、繰り返しになりますが、軟骨伝導イヤホンがね、世界初の採用というところで、圧迫感が少なくて、そしてね、いい音で聞けますよというところになってます。ここら辺はね、詳しく後で説明していきます。そして重さが 35g ということでね、だいたいピーマン1個分をね、ぶら下げてる感じで、これもね、とっても軽いね、仕様となっております。さらにはですね、オーテクオリジナルのドライバーであるアコースティックピュアサウンドスタビライザーっていうのをね、採用しておりましてね、こちらでさらにね、骨伝導の弱点でもあるノイズをね、軽減してくれる仕様となっております。コーデックは SBC と AAC と AptX、 そして AptX HD にも対応しております。すごいですね。あとはこちらも気になりますね。通話品質。こちらがインテリゴー社さんというところのね、会社さんの AI ノイズリダクションを採用しております。5億以上のね、騒音データを AI のね、中に入れて学習しましてね、こちらの声をね、クリアにね、相手に届けることができる仕様となっております。こちらはね、後で通話品質で一緒に確認していきましょう。連続再生時間は20時間。そして充電ケーブルがタイプ C がね、採用されておりまして、10分充電でね、2時間使うことができます。こちらね、20時間もすごいしね、何よりもタイプ C なのがね、最高ですよね。防水機能としまして IPX4、そしてボタン操作が物理ボタンとなっています。あとこちらもね、良かったですよ。マルチポイントにも対応しております。あとはね、アプリにも対応しておりますので、ここら辺も詳しく見ていきましょう。はい、ここまでの基本スペックを見てもですね、オープンランプロと比べて値段もね、2万切りますし、あとはコーデックもね、素晴らしいですし、装着感、音もね、なかなかいいというところと、あとはね、タイプ C のケーブルがあるというところでね、なかなかすごいんじゃないでしょうか。はい、ズームして皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずね、外観ですね。やっぱりね、オーテクさんのね、このね、本当にかっこいいですよね、デザインとなっております。ここのボタン部分がですね、オーディオテクニカのマークが入っているのもかっこいいですよね。あとはね、持ってみた感じ、やっぱりね、軽いっすよ。ピーマン1個分っていうぐらいありますかね。めちゃめちゃ軽いっす。
ただね、耳に当たる部分、ここはですね、ゴムでできているので、ちょっとね、指紋がつきやすいかなと思います。そして各種ボタンですね。こちらね、先ほどご説明した通りですけども、オーテクのマークがあるところのこのボタン、両方にありますが、ここでね、音楽を停止、再生したりとか、あとは電源オンオフができます。左側のね、このね、裏の方に音量のね、プラスマイナスを変えるところ、あと充電ケーブルのタイプ C をね、はめる場所があります。付属品はですね、非常にシンプルとなっています。充電ケーブルのタイプ C。そしてね、ポーチがですね、前回のオープンランプロと比べましてもね、非常にね、柔らかくなっていて、硬いポーチじゃなくてね、柔らかくなったので、折りたたんでね、持ち歩くこともできます。あとはね、説明書とか保証書とケースとなっております。はい、つけるとこんな感じですね。繰り返しになりますが、非常にね、かっこいいですよね。オーテクさんのこのデザインがね、こう特殊なね、形をしている骨伝導イヤホンにもしっかりね、反映されております。あとはね、耳の本当に軟骨にね、ちょこっとね、当ててるだけなので、全体的にね、浮いてまして、非常にね、圧迫感が少ないです。これは最高です。さらにね、オープンランプロでね、ちょっと弱点だったメガネとね、同じようにね、こうギュッとね、頭に締め付けるので、メガネをね、使ってね、やる人とか、あとはメガネをね、終わった後にね、つけたりするとちょっとね、痛かったりするんですが、そこら辺もね、軽いので、こう全くね、違和感がなかったです。ボタン操作もですね、こう押した時にグッと鳴らずにね、結構軽くね、押せるので、全く問題はありませんでした。さあ続いてね、ここが一番重要になりますよ。音質ですね。結果からね、まず言いますと、めちゃくちゃ良かったです。本当に良かった。本当にね、臨場感があって、しっかりね、音楽を聴いてるような感じでした。オープンランプロとね、比べてもね、圧倒的で、いやー、耳が開いたね、このながら聞きっていうね、ジャンルの中でね、ここまでね、音が良くなるのかと思ってね、びっくりしました。もちろんね、カナル型と言われるシリコンのイヤーピースでね、グッとね、はめるイヤホンと比べたらね、音は劣ってしまうんですけれども、まあね、AirPods とかのそこら辺の耳の穴に引っ掛けるね、イヤホンと比べたら、音はね、同等かそれ以上ぐらいありましたね。音に関してはね、今まで使ってきたながら聞きイヤホンとね、比べても一番と言ってもいいと思います。さあ続いてアプリを見ていきましょう。アプリに関してはね、できることがね、結構限られているかなといった印象でした。まあね、どれも最小限といった感じになっておりまして、イコライザーがオリジナルとベースとクリアのね、3種類になっております。特にね、カスタムのように自分でね、いろいろ音を調節できるっていうね、機能はなくて、あくまでこの3つだけ。そしてこの3つもね、特に大きなね、違いはなかったです。あとはボイスプロンプトとかのね、音をですね、英語と日本語好きなように選べますよっていうのがありました。ボタン操作のね、変更に関してはね、自分でできなくて、あくまで今のね、操作設定がアプリから見られますよっていうので、まあちょっと説明書とか見に行くのがね、めんどくさい方にとってはね、便利かなといった感じでございます。一個だけね、便利だったのが、マルチポイントのね、切り替え、2台つなぐね、機器っていうのを便利に切り替えることができます。今までね、この軟骨伝導イヤホンが繋いだことのあるね、スマートフォンとかパソコンとかがね、アプリから見れるようになっておりまして、そっからね、自分で好きなようにね、2台選んでね、繋ぐことができます。これはね、結構ね、いいかなと思いました。さあ、続いてね、通話品質も見ていきましょう。これね、今回いいんでしょうか。しっかりね、騒音のね、状態でも見ていきます。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、オーディオテクニカさんの ATH-CC500BT でマイクテストをしております。周りはね、何も聞こえていない状態になってます。どうでしょうか？明瞭に聞こえていますでしょうか？マイクテスト、マイクテスト。はい、今ですね、こちらは騒音、駅のね、改札の方でね、音を流しながら喋っております。どうでしょうか？僕の声ちゃんと聞こえていますでしょうか？どんな感じかな？さあどうでしょうか？見ていただきました。いや、これね、結構良かったですよね。何もね、音がね、周りにない状態でもね、しっかり良かったですし、あとはね、騒音でね、今まで僕がね、通話テストね、いろいろしたね、動画出してきましたけど、同じようにね、駅の改札のね、音をね、大きく流した状態でね、皆さんに聞いてもらったんですけど、まほぼね、劣化することなく、しっかりね、相手に届けることができていたと思います。
非常にね、通話品質でね、選びたい方にもね、おすすめになってます。ということで、最後まとめに行っていきましょう。はい、ということで、今回はオーディオテクニカさんからね、めちゃめちゃね、最高でしたね。流れ聞きの、軟骨伝導イヤホンというね、ATH-CC500BT を紹介していきました。装着感はね、今までのね、中でもね、圧倒的にね、圧迫感が少なくてね、楽ちんでつけることができましたし、音に関してもね、本当に良かった。ずっとね、聞こえていたい、聞いていたいね、音でございました。一個ね、気になったところといたしましては、アプリですね。ここら辺が最低限の機能といったところで、まあね、音とか、あとはね、キー操作とかずっとつけているので、そこら辺もね、カスタムできたらね、もっといいかなと思いました。まあ、それでもね、値段がね、オープンランプロと比べてね、2万円を切るといった感じでございますし、タイプ C なのもね、いろんなイヤホンとね、共通なので、わざわざね、充電器を入れ替えることなくね、使うことができるっていうのも最高でした。今回のオーテクさんの ATH-CC500BT のね、詳しいね、製品情報をもっと見たい方は、下のね、概要欄のリンクからね、ぜひ飛んで見てみてください。はい、ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルチャンネル、面白かったよ、楽しかったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指して、コツコツ頑張っておりますので、応援皆さんお願いします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。また次回です。見てくれてありがとう。バイバイ。